え、これめっちゃいいじゃん。え、久しぶりにエモートでズバッと来たんだけど。フォートナイト大丈夫？なんかシーズン変わってからさ、なんかいろいろとこうガバってない？大丈夫？なんかあれでしょ？アイストラップみたいな増えたんでしょ？それ使いたいな。このパソコンの前に座ってマウスを構えた瞬間にいきなり手首にお尻の感触が来て、非常にいかがわしい気分になってしまうので、正直想像以上にプレイに与える影響は甚大ですね。並大抵のことではちょっと動じない、ちょっといやらしいのはちょっと良くないと思います。エッチなのは良くないと思います。今回ね、初期位置だからやっぱいるね、人。あいつ勝ったな。俺がアシストしたおかげだけど。はい、悪いけどね、細かいとこエイムさせたら、お尻マウスパッドのね、お尻マウスパッドに並ぶマウスパッドないから、マジで。マジで、あれだからな、細かいとこエイムさせたら、これより強いやつねえから。何年やってると思ってんだよ、やっぱマウスパッド。一日だぞ。いや、これ引きすげえいいぞ。めちゃくちゃ引きがいい。てか、意外とここいない？あ、いるね。ちょっと怖いな、これ。ちょっと丁寧に戦わないといけないということは、共通、お、いるね。来いよ。俺は逃げも囲む、逃げます。当たってる、当たってる。行くか。イエーオーベイビー。俺に勝てると思ったか、アマチュアザウルスがよ。逆に可動域が狭いことによって目の前の敵にすごい集中できるようになったね。みんなもぜひ試してほしい。ちょっと遠いな、これ。 Can you speak English? Yeah, my nipple is very beautiful. ちなみに今のは、私の乳首はとても綺麗ですっていう意味ですね。これ僕がカナダにね、留学してた時にカナダ の女性の先生が教えてくれたギャグなんですけど、ちなみにその女の先生、スプレーで髪を防水加工するみたいな作業があったのよ。その時に髪にスプレーをプスッってやるじゃん。プスッってやった瞬間にこの髪をって思いっきり吸って、おおとか言ってそんなやつがなんで教育者やってんだよっていう北米特有の寛容さにちょっとビビりましたね。お、そうシャドウストーン、お、いきます。スイートワンゴー。あ、教え、おーすげえ、おお、これ敵見えてんの？え、これどうなの？え、なにこれ？ちょっと待って、これどうすんの？あー、痛い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 、めっちゃ速いんだけど。あ、右クリックで終了か、これ。どこ行った敵？俺どっから来たっていうか、怖い怖い怖い。え、なにこれ？お前な、こっちな、お前3分の1しか受けねえんです、首。あー、危ない。へえ、壁貫通できるんだ、すごいな。でも見えてるんでしょ。なんか俺消えちゃうのかと思った。俺さすがにそれだと強すぎるか。このマウスめっちゃいいよ。で、このマウスじゃなかったらこの企画絶対倒れてる。ちょっと上と下向くときのこの重労働なんとかしてほしいんだけど。なんでこんなバースばっか落ちてんだよ。いらねえんだよ。とはしたから1人か2人はいるね。落下ダメージ上がったんだっけ。思うんだけどさ、建築もうちょっと弱くてよくね。なんか最初は建築弱かったらフォートナイトの意味ねえじゃんって思ってたけど、今なんか最後の方になったらさ、まあ俺もそうだけど、なんか結構がっつり固めるじゃん建築で。なんかあんまり面白くねえんだよ。もうちょっと弱くてよくね。着替えてます、入ってます、入ってます。よし、これで奇襲するか。どこ？ここら辺だな。出ておいで。え、何食らってんの俺。あ、やべ。あ、ごめん。
かしまってちょっとだけ時間欲しい、ちょっとだけ時間が欲しい。よし、落ち着いた。あれ、なんだろう、視界がぼやける。落ち着きとともに大切な何かを失った気がする。勝ちてえな、俺もな。いや、男っていう生き物はね、何かを得て何かを失っていく生き物だから。はい、俺が一番最初にバスドライヤーにお礼したからな。お前、俺が礼してるの見てみんなが礼してるんだよ。何言ってんだろう。アサシンクリード、アサシンクリードやりたい。アサシンクリードオデッセイ絶対面白いじゃん。アサシンクリードオデッセイのトレーラー見たら、ローンチトレーラーめっちゃかっこいいよ。絶対見た方がいい。ブックマン実写化俺もそろそろ実写化したいの。なんで俺の近くに降りるの、マジで。どんな感じ。おもんなおもんなフォートナイトやったーって言う人じゃないの、マシオカって。あの、アメリカでやったーを流行らせた人じゃないの、マシオカって。違う、やったーっていうのめっちゃ流行ったんだよ、お前ら。海外ドラマか。ヒーローズというドラマがアメリカでめっちゃ流行って、やったーって言うんだよ、このマシオカっていう人の役が。それで、あれだよ、アメリカ人が一番知ってる日本語をやったーになったからね、その時。一旦こっち行ってからこう周りをぐるっと。はい、ジャスト。完璧じゃねえ、俺の着地。何回ここに降りてると思ってんだよ、マジで。いい加減見てる人も飽きたでしょ。ここ降りんの。立ち上がりとしてはかなりいいんじゃないか。めっちゃよくね、スタート。え、なになになに、めっちゃ上がってくる。怖っ。嵐でも来そうだな。え、これ誰もいなくね。え、めっちゃいい、めっちゃいい装備。あ、やべ。精一杯隠れてたのちょっと面白かったね。体を限界まで柵に近づけて。お、アイスだ。自分お尻マウスパッドでディズニーオンアイスいいっすか。やべえ、俺マジで使ってみたかったんだよな、これ。あっから使おう。あ、やべえ、これディズニーオンアイスしないと間に合わなくね。こうやって、待ってね、こうやって、おお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 すごいすごいすごい。え、すごくね、めっちゃ滑るんだけど。え、これマジ、え、早っ。ちゃちゃ、もうすげえすげえすげえ。やっほー、全然関係ない。アイスブロック悪いが、俺はここから退出するぜ。あらよ、いけー、たらー、はい。なんだこのスピードは。これが人類のスピードなのか。もうなくなっちゃった。もうめっちゃ面白いじゃん、このアイテム。資材がね、ちょっと底をつきましたね。もうめっちゃ速いもんね、これ。敵当てらんないじゃん、こんな。動いてる方が絶対強いもん。さあ、22まで来ましたが。うわぁ、うわぁ、ガチ焦りした、お前。バーカ、お前よ。おめえ、俺のおっぴーミースピット、おっぴーミースピットじゃねえわ。お尻ミースピットだ。もうだいぶ慣れたと思わない、お尻マウスパッド。いい加減勝ちたいんだよね、そんで。俺もう、このお尻の呪縛から早く解き放たれたいんだよね、実は。お尻マウスパッドを使わないと楽しくないという。じべ、あ、ちょっと待って、何？あったもん。なんかすげえあれだね、今の。なんつうか、レベル低い戦いしたね、今ね。おめえ、ディズニーオンアイス持ってんじゃねえかよ。ありがてえ。俺も勝ちてえんだ。え、あんなところに武士落ちてんだけど。過酷。まあいいや、向こう側行きます。あと6人。これ超え。あるぜ、マジで。俺ガチで勝ったらどうしよう。ちょっと普通に喜びそう。さっき戦って思ったんだけど、なんとかなるかもしれない。ただ、建築勝負になると5万%勝てないので。勝ちてえ。オーマイガー、ラッキー、マジで。どちゃくそラッキーなんだけど。あっちだな、これ。やってやるよ、お前。
か俺。これある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 。ちょっと待って、自分いいっすか。やば、俺の装備やばくね。控えめに言って俺の装備めちゃくちゃ強いんだけど。え、びっくりした。おー、撃っちゃった俺の撃たれたと思った今。ちょっと待って、あれやばくね。これいるよね。どこいるんだろうこれ。これどうしよっかな。ここギリギリ入ってないな。ありえないレベルで物が壊れるんだが、こっちか。じゃあ行くわ。やべやべえ、めっちゃ削られた。上強え、このゲーム。やべえ、間違えた。ちょっと降りたい。トラップに注意して。床の体力をギリギリまで削って。あ、怖い、マジ緊張してきた。勝ちて。あぶ、マジで悔しい。そう、俺マジで勝ったと思った。いやもう勝てないよこれ。